願いします。こんな感じで大丈夫かな。はい、じゃあすいません、私の方から3つ、はい、お願いします、はい、お願いします。まず、はい、イベントを得られた感想をお聞かせください。いやでもやっぱりあの、うん、梅雨時なんで雨は非常に心配したんですけど、うん、雨もなし、うん、そしてちょっと蒸し暑かった、うん、だけどうまそうだが飲めたんでもう本当に最高ですね、うん、申し訳ないけど仕事と思いませんでした。いや本当に外でやるっていうのは、ね、なかなかないことだから、はい、うん、ここでねこのハイボールこの大体この森のビアガーデンがね本当に気持ちいいんですよ、うん、僕もよく夏になったら来ますけどよく来るね。いや本当にね、うん、なんか本当に気持ちいい、いい、良かったです、本当に、うん、もっと飲みたい。うまそうだって感じがさ、うん、なんかお笑いっぽい感じがして良かったんだよね、俺はね、うん、馬とね、なるほどね、馬が合うっていう意味で呼んでもらえて、本当に馬が合ってて良かったね、うん、いやー、でもお昼からこうやってこういう綺麗なとこで、はいはい、うまそうだを飲めるって、なんかいい気分だな、これお前何それおっさんのなんか感想、ね、なんかしんみりするちょっともういい気分になっちゃってきてんの。気分が良くなっちゃうもんね、うん、人生語っちゃってんだよな。そうなのよ、なるほど、ね、いい気分だ。このままずっとあれちょっと飲ませてもらおう。なんかいけるみたいですよ。なんか残って食べていいんだよ。残ってあのお肉焼いたりしてバーベキューちょっと飲ませてもらおう、ね、俺この後何でもないし、はい、車で来てないし、はい、ありがとうございます。で今回新たな乾杯方法ということでうまそうだを披露していただいたんですけども、はい、手応えの方はいかがですか。手応えは、つかみは OK いや、うまそうだもんね。これは多分、絶対どっかの居酒屋でもこのビアガーデンの皆さんはやりたくなると思うんですよ、うん、うまそうだーって、うん、これもぜひとも今年はね、ちょっとうまそうだで、うん、ハイボール飲んでほしいですね。ホワイトボースハイボールやってください、はい、ありがとうございます。ぜひ、竜兵会の方でもうまそうだーをしていただきたいと思います。いや、本当ですよ、ね、あもうぜひやらせていただきます、まあ、でも売れっ子の人がいませんけどね、竜兵会は今なかなかね、集まらなくなっちゃいましたけど、ぜひ、やります。よろしくお願いします、はい、はい。大丈夫ですか。いや、そう、いや、そうに来ないでください。なんか今、しょうがないなって感じで、何頼みますか。そういう、あれが分かっちゃう人間なもんですから。バレましたけど、失礼だ。ちょっと待って、揉めないで、キスできないから女の子じゃ誰でも揉めないキスできないから後が大変だから全部カットされてるからな。いやいや、そういう話じゃなくて女性とはキスできない。いや、とんでもないです。はい、今回、うまそうだを飲まれて、はい、いかがでした。いや、もうなんか嬉しかった。特にね、僕本当にプライベートでもハイボール大好きだから大好きなんですよ。そうなんですね、うん、で、氷をガシャガシャに入れて飲むっていうのが、だから本当今日はね野外で飲むってね、やっぱり気持ちいいですね。気持ちいいね、うんうん、いや本当に気持ちよくって、なんか、うん、美味しかった。もうちょっと飲みたいぐらいです、本当に、うん、普段はハイボールはどのような飲み方をされるんですか。普通に、だからそういう割った感じが多いですね、はい、とりあえずって感じで、うん、そうなんですね、まあいろいろありますけど、やっぱりキンキンにこうジョッキも冷やしたいん で、 そうでやっぱハイボールの炭酸のシュワーっとした感じも欲しいので、氷でたくさん入れて、ね、キンキンに冷やした状態でやっぱりウイスキーで飲むっていう、うん、やっぱりいいですね。いいね、うん、風呂上がり飲むと一番いいんですよね。あ、うまい。お外ではなく、お店とかではなくて、お家で、うん、お家でお風呂頑張って入ってっていうか長めに入って、そしてそうこの湯上がりにすぐ氷をガシャンって入れて作って、もうこのベランダの風を感じながら飲むっての一番気持ちいい。飲んだ後に太田プロの悪口を言いますよ。いやいや、太田プロの悪口は言わないよ。言わない。俺の悪口か。いや、お前の悪口も言わないよ。あ、そうか。う馬が合うもん、お前と。あ、そうか、そうか、そうか。俺とは、うん、合うんじゃない合うよ、合う。合うだろ。合うって言ってたじゃん。合う、合う、合う。じゃあ、その時もおつまみとか、何か召し上がりとかされる。ああ、おつまみはあれだよね。ゴーヤだよね。いや、ゴーヤもそうですね。これからの季節、ゴーヤですリーダーもゴーヤのチャップ。やっぱり、豆腐、焼くことがね。あ、だいぶおっさんだったね、リーダーが。一番ベタはね、やっぱり枝豆も、ね、やる。うまそうだ、飲みながら茹でて、あっちっちのまま食べるっていうね、塩ぶっかけて。冷たい、あ、そう、先にね、茹でとくんじゃない。なるほど、なるほど。ちゃんと茹でて、熱いやつを。うん、そう。ね、なんかいろんなことをやりながら飲んでいくのが楽しい。あ、なるほど。まあ、枝豆かな。枝豆、うん。枝豆かな。危うくなんかこう、皮膚に当たってしまった
あ、だあっちっちって、あ、やりますやります。そんなもんプライベートでやるわけないだろう。やるって。ちゃんと聞いて。いや俺がやるって言ってんだから。いやキスできないってのだから。カットされるから、ね。いやカットと放送されるとかじゃなくてキスできないって言うの。すいません。じゃあ寺門さんは打ち上げとか行かれるの？そうですよ。正直もう若手もみんなこういうちょっとブームがあるんですよ、いろいろね、うん、最近本当にウイスキー系のスコッチウイスキー系の割るのがちょっとブームになってるのは間違いないです。ない、確かに。みんな飲みたいですって、うん、流行ってます。流行ってきて、で、まあ、焼肉系も多いし、うん、魚介系も合いそうだし、いや何でもいい、ピザなんかにも合いそうだし、うん、さっぱりするからね。なんか食べ物が結構選べる感じがこれいいですわ、うん、やっぱりさすが。いや、もう僕はね、番組終わったり打ち上げだぞっていう時も本腰入れて今日は飲むぞっていう時もこれいいしね、はい、で本当にかみさんと食事してる時でも食事にも合わせられるし、そうか、さっき焼肉とか言ったけど、うん、確かに、うん、どんな食事でも和食でも何でも合わせられるし、いい、ね、で本格的によし飲むぞっていう時はもうね、もうハイボールから始まって、で最後ホワイトホースのやっぱりちょっとロックでキュッと締めて、でもまだ足りないなと思ってまたハイボールに戻って、戻っちゃうね。飲めの飲めの話ですね。で奥さんにあんた飲みすぎやと怒られる。でもホワイトホースハイボールなの。だったら何杯飲んでもいいわ。いやこの夫婦本当仲いいからね。あ、それこそ馬が馬が馬が本当そうなんです。最高。まあいいこと言うね。すいません、ちょっと酔っ払ってます、ちょっと酔っ払ってます、すいません、あの仕事になってます、ちょっと変ですよ、ちょっとこれ美味しかったもんな、気分良い、気分良 いんだよ、はいはい、竜兵会とかでは最近なんか、人が集まらないっていう、うるせえな、みんな忙しいからね、うん、合間合間を塗ってね、やりますよ、これで、その中でもあの馬が合う方、そうだ、誰が馬合う、ああ、いっぱいいるもんね、馬が合う人ね、うん、新宿カウボーイの金清かな。知ってます？でっかいやつ。わかんないですか？あ、このギャグ見たら、うん、ちょっと金清さんが金清さん、ええ、挨拶挨拶、ええ。いや、こっちが馬が合う。馬が合う。馬が合わない。合わない、どっちだ？合う。合わない。合う。合わない。ピー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 。おにゃんこ。おにゃんこじゃない。ブリッコだ。あ、ブリッコ。間違え。下のギャグ間違うなよ。ちょっとね、すみません、あの今日スキルが落ちてる。ああ、もう一番ダメだよ、人のギャグやって間違えるって。いくら先が入ってるからってお前ダメだよ。ブリッコってやるの。そう、まあとにかく、いや面白いですから。金子さんが今メイン、金子さん。これからどうされますか。いいよお前は。そういう方と一番馬が合う。だから結局竜兵会ってね、いっぱいいたんだけど、みんな売れちゃったからね。売れ残りの新宿カーボーイと一番馬があるんだよ。いや、だから仕事終わりとかでね、みんなここでこう飲みに行くときあるんですけど、やっぱり前みたいにその全員ガッと揃ってっていうのが、そんな年にもう1回かね、うんうん、あるかないか、2回ぐらいあるかないかですからね、嬉しいことですよ、でもね、うん、逆に馬が合わない方っていらっしゃるんでしょう。馬が合わない、いる、馬が合わないやつはその後輩にはいないね、うんうん、あ、先輩にいるんだ、うん、同期に一人だけいるね。お、同期誰誰、うん、いや、それはここでは言えない。馬が合う、馬が合うって今まで言ってきてんだから。ちなみに誰ですか。お前のことだよ。お前、急に何出すんだよ、お前。何を言ってんだ、本当にもう。あ、本当に酔っ払ってます、すいません。仕事が出来上がってきました。楽しくなっちゃった。そんなに飲んでないと思うんですけど。いや、意外と分かってないでしょ。うん、あ、そうなんですか。こういうおっさんは酒に飢えてますから、はい、仕事にちょっとでも歩くから入ったらもうアルコールを求めてこう酔っ払った気分なんですよ、ね、ちょうど今気分なんですよ。記憶ないぐらい、そんな酔っ払い方じゃないですよ。気持ちいいなと。この後一回竜兵会でお酒入れてないけど、この置いてたら本当に酔っ払ってたらしいのよ、うん、ドッキリでやってたんだけど、お酒入ってないのに酔っ払ったって言ってみんなが大騒ぎだったのあったよね。あったあった、ありましたけどね。やっぱゆいちゃんは雰囲気に酔うんですよ、そうなんですよ。だからまあそういう意味で、お、僕が言ってたはい、幕が今降りました。おい、おい、今日最近で一番ウケてるよ。ウケてる、ウケてる、ウケてる、幕が降りました。おっさんか、おっさんからヒーヒー言ってる。いやいや、でもみんななんで、うん、私はね、やっぱりあれ、あ、幕が降りちゃったよ。なぬっていうのがね、これがね、最近してるね。もう昭和の前、大正になってるよ。違う、クレイジーキャッツの花八木さんのギャグでした。一緒に飲みましょうか、この後ね。いいですか、ね、ありがとうございます。飲みましょう、はい、いただきます、うん、じゃあ、締めましょうか。ですね。あ、じゃあ、上島さん、じゃあ上島さん、本当に今日ノリノリだから、あれが持ってないんだけどね、うまそうだがないんだけど、だからやっぱりこれ、そこやってくれ、締める前に一言、はい、なんですか。あの、
事務所の後輩の指原さんが選挙参戦。ああ、よかったね。もう素晴らしい。せっかくなんでこれうまそうだで乾杯をしてあげようなんて。あ、喜んでね。あ、いいですね。お祝いでね。そう。はい。指原、はい、3連覇。3連覇。だから指原さんがまさかの3連覇。ちょっと今回危なかったんですけど、やっぱり指原。やっぱり。すごいですよ、うん、だからもう本当ここちょっとね四ツ谷の事務所も近いんで、うん、ぜひ指原とまたここの森のビアガーデンに来て、うん、うまそうだ3連覇おめでとうみたいな、そういう会をやりたいと思いますけど、指原が忙しくてスケジュールが取れないのでやっぱり3人でお祝いします、はい、今回公約で1位になったらアイドルのイベントをやりたいっていう感じだったんです。あ、そうなんですか。へえ。ただネット部をやるって言って、はいはいはい、それは実行したんですけど、今年はちょっと、ね、それをやらないってことで、ちょっとファンの間では残念な声もあるんですけど、ちょっとその辺いかがですか。いや、イベントでやったんじゃないですか。あれ、はい、ネット風呂のよやったでしょ。去年はネット風呂って言って、今年やったんですか、うん、ね、やったよね。今年の公約は、アイドルのイベントやりますって言って、うんうん、ちょっとそれ残念だなと。ああ、そういうことね。いやいや、だからネットブラもちゃんと公約通りやってくれたんで、あと今年はなんかアイドルイベントあるわけでしょ。そうです。ということは俺ら3人も何らかしら、うん、参加できるんじゃないかと。はあ、出演お笑いアイドル。お笑いアイドル。まあいいや、何でもいいよ。まあネットブラはさしこはやったとしても、まだ熱々おでんっていう芸が残ってますんで、はい、何らかしら、まあ事務所も幸い同じなんで、どんなコネを使ってでもイベントに参加したいと思います。絡んでやる。絡んでやります。絡んで。アイドルだけだと思うんです。そうなの。2人で喋ってんじゃないよ。何を2人でペラペラペラシャシャラのことスペちゃん絡んでやるよ。いや、本当おめでとうって言っててください。というわけで、はい、じゃあ本当に皆さん、ホワイトホースハイボールうまそうだ、ホワイトホースハイボールうまそうだね、乾杯。せーの、うまそうだ。飲まないでくれ。あ、停止で。いや、それ写真いっぱい撮ってるよ、もう。大丈夫だよ。もう撮ってるから、いっぱいね。よろしいですか。大丈夫ですか。あ、これ動画だから。大丈夫。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと今日、うるいちゃん受けてたね。飲んでたよ。毎日飲んだのか、お前。